海底2万マイル、海底2万マイル、海底2万マイル、現代、2万リーックスアンダーザシーは、1954年のアメリカ映画、ジュール・ベルヌの SF 小説、海底2万リオ、ウォルト・ディズニーが映画型作品。日本におけるブブ版から発売されたソフトは、海底2万マイル、ポニー版、バンダイ版から発売されたビデオは、海底2万マイルのタイトルで発売されている。 さらに東京ディズニーシーにはこの映画をモチーフとした同名のアトラクションがある。1868年、世界各地の海で船舶が謎の怪物に襲われ沈没する事件が相次いだ。船乗りたちは怪物を怖がり出港を拒み、港には出港できない船と乗客が溢れていた。出港できずに途方に暮れていた海洋学者アロナクス教授の下をアメリカ政府の役人ハワードが訪れ、 怪物の正体を調査する軍艦への乗艦を依頼する。アロナクスは助手のコンセイユと共に調査艦に乗り込むが、3ヶ月間の調査にもかかわらず怪物は発見できず、もともと怪物の存在に会疑的だったファラガット艦長は調査の打ち切りを決定する。その夜、調査艦の近くを航行していた船が爆発を起こし、怪物が姿を現す。ファラガット艦長は、 攻撃を命令するが、怪物に体当たりされ、調査官は沈没し、アロナクスと、根性油、森内の名手、ネットの三人は海に投げ出されてしまう。三人は海を漂流した後、怪物こと潜水艦のチラス号にたどり着き、艦を操るネモ艦長に捕らえられてしまう。ネモ船長は、海洋学者のアロナクスに興味を持ち艦隊し、アロナクスも高度な技術を持ち、海底で、 自給自足の生活を送るネモを人類の未来に貢献する人物として興味を持つ。ネモはアロナクスをとある島に連れて行き、火薬の原料、硝酸酒を運び出すために強制労働を強いられている人々を見せ、かつて自分もこの島の奴隷だったと告げ、硝酸酒を積載した運搬船を撃沈する。一方、ネットは自由を求めのウチラス号からの脱出を目指し、 アロナクスの身を案じるコンセイユも彼に同調する。二人はアロナクスの西からネモの根拠地がバルケニアということであること知り、バルケニア島の座標を書いたメモを入れた瓶を海に流す。バルケニア島への航海の途中でノーチラス号は座礁してしまい、修理の間、ネットとコンセイユは付近の島に上陸する。ネットは援軍を呼ぶため、 セイユと別れるが、島の食人族に見つかりノーチラス号に逃げ戻り、追いかけてきた、食人族はネモが仕掛けた電気ショックに驚き、退散する。ネモは、ノーチラス号から逃亡しようとしたネットを処刑する、ことに決め感するが、その日の夜に軍艦と遭遇しノーチラス号が損傷し、さらに巨大イカに襲われる。ネモは船員たちを連れ会場で巨大イカと戦い、 食べられそうになったところをネットに助けられ、彼の処刑を取りやめる。バルケニア島に到着した際、アロナックスはネモにこれ以上人類と戦うのを止めるように説得し、ネモは自身が持つ技術をアロナクスに委ねようか迷っていることを伝える。しかし、ネットが流した情報を聞きつけた軍隊がしまい、上陸したことを知ったネモは、技術が軍事利用され争いの火種となることを防ぐため、 島を軍隊ごと爆破しようと試みる。ネモは島の居住区に爆破装置を仕掛けるが、ノーチラス号に戻る際に軍隊の銃撃を受けて、瀕死の重傷を負い、ノーチラス号も自沈させようとする。船員たちはネモと共に死ぬ運命を受け入れるが、道連れを拒否したネットはノーチラス号を浮上させ、アロナクスとコンセイユを連れて脱出する。 ボートで脱出に成功した3人が振り向くと、バルケニア島は軍隊を巻き込んで大爆発を起こしており、ノーチラス号も時を同じくして海底に沈んでいった。フランスの小説家、ジュール・ベルヌの古典 SF の名作、海底2万里の映像化としては、1916年のユニバーサル・ピクチャーズの海底6万マイルなどがあったが、本作は初のスコープサイズ。 カラー作品で、当時はアニメーション制作を主体としていたウォルト・ディズニーが実写版として制作した映画である。時代設定や大筋は原作に沿っているが、脚色も加えられ、特に結末は原作と異なったものになっている。監督のリチャード・フライシャーは、ディズニーの競争相手だったアニメ作家、マックス・フライシャーの息子である。リチャード・フライシャー自身は、 ドキュメンタリーフィルムを中心に活動しきた人物で、1947年にデザインフォーデスでアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞していた。本作の後、ミクロ化した潜水艇が人体内部を航行する SF 映画ミクロの決死券や大作トラトラトラなどを手掛けている。撮影のフランツプラナーは、 ローマの休日の撮影監督で、同作を含め6回アカデミー撮影賞にノミネートされることになる人物であった。また、音楽のポール・ジェイ・スミスは、ピノキオなどの音楽を手掛け、同作でアカデミー作曲賞を受賞している。特撮は、特殊効果をシンデレラなどに参加した、ジョン・ヘンチとジョシュア・ミードが担当。視覚効果をメリー・ポピンズでアカデミー視覚効果賞を受賞する。 ピーター・エイレンシー、ロスト・ワールドにも参加し、アカデミー賞の技術効果賞などに3度ノミネートされた、ラルフ・ハメラスらが担当した。劇中に登場する、ノーチラス号のデザインは、ハーパー・ゴフによるもので、ディズニーランド・パリにある、ディスカバリーランドのアトラクション、ノーチラス号のミステリーや、東京ディズニーシーのミステリアス・アイランドに停泊している、ノーチラス号は、その再現である。 撮影は1954年の春に開始され、バハマとジャマイカのネグリルで行われた。いくつかのロケ地は、撮影が困難で、400人の技術スタッフが必要とされた。また、巨大イカのシーンは当初夕暮れ時の穏やかな海で撮影されたため、嵐の海でのシーンは新たに撮影し直され、巨大イカを操作するケーブルなどを隠すために、ドラマ部分は追加された。 ニューヨークタイムズのボズレー・クラウザーは、素晴らしく幻想的な作品で、シネマスコープによって色鮮やかに表現されているが、子供にとっては上映時間が長く感じられるだろうと論評ている。また、キャストの講演も高く評価されており、評論家のは、実著の中でジェームズ・メイソンを、ネモ館長として素晴らしいキャストだったと述べている。映画評論家のスティーブ・ベオドロスキーは、 制作上の問題や技術的な影響もなく、同時期のあらゆる作品よりも優れている。エピソードは作品のテンポを遅らせているが、長所が短所を上回っており、これまでに作られた中で最高の SF 映画と評価している。ロッテン・タメイトスでは89%の支持を得ており、ディズニーが制作した最高の冒険映画である、海底二万はジュール・ベルヌの古典作品を、 生き生きと描き出し、特に巨大化の描写は特徴的だとレビューされている。本作は2つのアカデミー賞を受賞し、1つにノミネートされている。一方、ノーチラス号をデザインしたハーパーゴフは美術監督組合に加入していなかったため、アカデミー美術賞を受賞することができなかった。ウォルトディズニーピクチャーズは2010年頃の公開を目指して、 本作のリメイクを進めており、マック・ジーが監督に起用される予定と報じられた。リメイクでは、ノーチラス号を建造する物語が描かれるとも報じられていた。これについて、マック・ジーは、この作品は、リチャード・フライシャーの作品よりも、小説の精神に近いものとなる。同時に、アロナクスが何を求めているのか、どのように、根も艦長が生まれ、 戦うようになったのかが描かれるとコメントしていた。脚本は、ビル・マーシリー、ジャスティン・マークス、ランダル・ウォレスが起用された。マック・ジーは、ネモカン長役に、ウィル・スミスの起用を検討していたが、彼は、出演を断ったという。報道では、第2候補として、サム・ワーシントンが挙げられているが、具体的な検討はされていないとされる。2009年11月には、 マック・ジーが降板したため企画が中断されている2010年に監督をデビッド・フィンチャー脚本をスコット・ゼット・バーンズが担当してリメイクが行われることが発表され2012年末には撮影が開始されると推測されたネット役にはブラッド・ピットが打診されたが彼は2013年2月に打診を断っている 2013年6月より撮影がオーストラリアで行われる予定だったが、2014年まで延期すると発表された。2013年7月17日には、フィッシャーがゴーンガールの制作に参加するため監督を交板し、彼はチャニング・テータムをネット役に希望していたが、ディズニー側はクリス・ヘムズワースを希望していた。また、リメイク制作のために用意された制作費は、 パイレーツ・オブ・カリビン、最後の海賊の制作費として活用された。2016年2月に、ジェームズ・マンゴールドが監督に起用され、キャプテン・ネモのタイトルで制作されることが発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。